については私が説明しましょう。私優しいので。な、学園長、おめえ毎回突然出てくるんじゃねえ。びっくりするんだぞ。あ、それは失礼。急に出てきているつもりはないのですが。うんうん、君たちも選抜メンバーと共に集まっていただいた理由、それはこの週末からボーカル&ダンスチャンピオンシップ本番までの4週間出場メンバーの強化合宿を行う宿舎としてオンボロ寮を提供していただきたい。強化合宿？学園長、なぜ同じ学園内で合宿をする必要か。俺たちは所属寮にそれぞれの部屋が用意されています。チームワークを育むためです。君たちは寮も学年も生まれた場所や文化も異なる。共に生活することで相互理解を深めていただきたいのです。確かに一流の音楽グループがチームワークを高めるために寝食を共にするのはよくあることね。フォムフィオールでも良いかと思ったのですが、それだと違う寮のメンバーはアウェイ感が出てしまう。しかしオンボル寮であれば全員フラットな気持ちで合宿ができるのではないかと考えたのです。え、いきなりそんなこと言われたって。やっぱ初っ端からメンバー降りたくなってきた。寮混ぜこぜで合宿なんてすげえ面白そうだな。でも俺とジャミルが2人とも寮を開けて大丈夫なのか。それについてはご心配いりません。学園長である私の権限で参加メンバーを全面的にバックアップさせていただきます。私とっても優しいので。学園としても君たちには他校を下し世界一の称号を手に入れてもらいたいですからね。待つんだぞ。俺様たち選抜メンバーじゃねえのになんで協力してやんなきゃなんねんだ。絶対にお断りなんだぞ。おや、グリム君、そんなこと言っていいんですかね。もし寮を合宿所として提供してくれたらすごくいいことがあるかもしれないのに。ふな、うん、なんなんだぞそのいいことって。もしチームが優勝した暁には、私とルーク2人分の賞金をオンボロ寮に寄付するわ。私はそんなスズメの涙みたいなギャラ興味ないもの。ビルのために働いてくれるサポートメンバーに礼を尽くすのは当然のことさ。500万マドルを7等分してその2人分もらえるってことは約142万マドルだ。ふな、それってツナ缶が4000個よりいっぱい買えるんだぞ。空いている部屋を提供しサポートするだけでチャンスが手に入るのに絶対に嫌なんですよね。オンボロ寮を宿舎にしていいなら水回りなども経費でリフォームしようかなと思っていたんですがね。はあ、非常に残念です。この話はなかったことに。ツナ缶富豪になれるチャンスな、どうするんだぞ。そうですか、ご提供いただけますか。私も合宿スタートに向けていろいろ手配をしておかないと。では皆さん練習頑張ってくださいね。全く口が挟めないまま合宿が決まってしまった。そうね、ま、たまにはいいんじゃね。だって合宿中はハートの女王の法律違反で首をはねられることもないってことだろ。いつもより気楽じゃん。オクタビネルの次はハーツラビル、スカラビア、ポムフィオーレとの合同合宿か。こりゃ、賑やかで楽しくなりそうだ。学園長の決定なら仕方がない。逆らって心象を悪くしたくはないからな。強化合宿についてのミーティングは以上。次は、早速、レッスンを始めるわよ。え？レッスンは強化合宿が始まったらじゃないの？うぬぼれないで信者が一号。あんたたちは歌も踊りもまだど素人。1分たりとも無駄にできる時間はない。いいね、
我らが NRC トライブの旅立ちを祝し、汽笛代わりに一曲奏でようじゃないか。さあ、音楽をかけてちょうだい。ピースオブマイワールド。白ウサギの再現性を追求したラビットギア。